さあ今回は大阪市の大正区にやってまいりました、今回はですね船にこだわってみたいと思います。渡船です。渡し船はい古くから水運の発達した大阪は水の都と呼ばれ、人々の暮らしの多くが水上交通に支えられてきました。現在も大阪市内には33の川が流れています。この川の両岸を結び、人や物資を運んだのが渡し船ですが、都市交通が進化した現在でも大阪市では自治体が運営する公営渡船が現役で活躍しています。その数がこういう形で8カ所で運営されています、はい、全国にですね1718の市町村がありますが、はい、その中で一番多くの公営渡船を抱えているのが実はこの大阪なんです。今日はこの8カ所の公営渡船を全部我々乗って体験したいと思います、今回調査隊は大阪市内に今も残る8つの渡し船に乗船。ミニ船旅になりますから。本当ですね。気持ちがいい。道路整備が進んだ今も渡し船が利用されているのは一体なぜ？そして渡し船が残っている場所の特徴は？船から見える景色を楽しみながら8つの渡し船の魅力に迫ります。まず最初の場所ははい、木津川渡船場にやってまいりました、はい、この正面が乗り場になってます、船に乗るんですけれども、その1回の料金ってどれくらいなんですか？渡船料ね、はい、なんと無料です。あ、無料なんですか？大正時代にね、はい、旧道路法が改正されましてね、この渡船というのは道路の延長線上だと、そういう位置づけになったんです、はい、だから誰もが自由に行き来できるということで、まあ一番ね、はい、この大阪で公営渡船がにぎわったのが昭和の10年前後でしてね、31か所あったんです渡船場がね。年間の利用者が5700万人もいたんですね。そんなに、今はまあ8航路で運航している船は全部合わせて15隻ということで、そしてね各渡船場に大体10人前後の、まあ、大阪市の技術系の職員が配置されてます。この話してたら船が今来ましたね。来ましたね、はい。ここの場合はね、この木津川の渡船場の場合は自転車持った方が多いです。出発しました。はい。あそこまでですから200数十メートルです。港湾部分の風景ってなかなか日常見ることがないですもんね。船なんか乗る機会なかなかないんで。いやこれもミニ船旅になりますから。いや本当ですね。気持ちがいい。ありがとうございました。ありがとうございました。到着です。日常の足になってもらえる感じがわかりますでしょう。すごいですね。でも実際乗ってたのが2分あるかないかぐらいでしたね。乗船時間はわずか2分でしたが、続いての渡し船の乗船時間はさらに短いんです。ちょっとこことね、渡船場はちょっとびっくりしますよ。何にびっくりするかと言いますと、はい、対岸が目の前なんです。ここが一番短い頃になります。75メートルです、対岸まで。75ですか。はいはいはい。昭和の初めの頃はちょっと面白いことをやってましてね。はい、船をですね。何層かここに浮かべまして、はい、その上に板を渡して、はい、その上を人がまあ歩いたり自転車で行き来するという、そういう船の上をですかあったんです。8カ所の中で対岸との距離が75メートルと最も短い渡船場。その乗船時間はというと、出発してからわずか35秒。さあ、着いちゃった。1分かかってません。かかってない。早い。距離は短くても住民の生活には欠かせない渡し船。8つの渡船場で利用者が一番多いのがジンベエって、なんか今までと名前もなんか違いますね。昔ね、ジンベエさんという方がやってた渡船が元になってると言われてます。そこにはハマグリ小屋って言ってね、はい、この辺で取れたハマグリとか、シジミなんかを食べさせてくれる、まあ、小屋もあって大変人気だったという話が残ってるんですね。1日の利用者がですね、なんとここは1000人超してます。あ、結構いますね。多いですね、一番多いですね。なぜ多いかと言いますと、対岸にですね高校があるんですね。だから朝のですね通学時間にここ来ますと、はい、もう高校生がいっぱいです。ここの渡船場は朝の7時50分から8時半の間は随時運行となり、学生たちの通学を支えています。湾岸エリアを代表する造形物を見られる渡し船も。あ、あれですね。ね。あれは何か分かりますか？あのアーチ型の水門ですね。水門です。大阪湾というのは地形的にですね、はい、台風なんかの時にかなりこう高潮が発生しやすいと言われてます。で、大阪湾で発生した高潮が内陸部にこう押し寄せてくるのを止めるために、あのアーチ型の防潮堤が作られてるんです。はい、実はこの大阪のベイエリアにはこれと同じものがあと2つあります。はい、アジアとシリナシアと同じようなアーチ水門がかかってます。で、この3つの水門合わせて三大水門と、まあ、地元では呼んだりします。このアーチというのもなんかやっぱり意味があるんですかね。あの中心を高くすることで、まあ、大きな船が行き来しやすいようにというね。水門っていったらなんかこう垂直に降りるイメージなんですね。一般常識ではそうですが、はい、大阪に関しては違うんです。そしてここからわずか1キロ先の場所にも渡船場が。落合は上と下と2か所渡船場があるんですね。へー、若井さん、あそこはアーチ型の水門ありますか？あれ、さっきのところですか？そうです、木津川水門ですね。じゃあ落合上とこれ落合下って近いですね。近いですけども、この短い間隔で渡船が続いているということは、はい、橋が相当ないということですね。一番近い橋でも歩いておよそ20分かかります。実はその橋の下にも渡船場が。ここはですね、はい、北下が33メーターあります。この千本松大橋が昭和48年に限られたんですよ。はい、そのアプローチ部分がですね、こういう形で螺旋状で登っていくと。まあこの形からね、通称メガネ橋と呼ばれてます。かつてね、黒木さんと2人で上まで上がって対岸に渡ったことがあるんですが、30分ぐらいかかりましたね。大阪市の湾岸エリアには高い橋が数多く作られています。その理由は？大阪の港湾部分って非常にこう複雑な構造になってまして、歴史的にね、港の機能がかなり河口の内部まで入り組んでるんですよ。だから大きな船が中まで入ったりします。そのために橋桁を高く取らざるを得ないんですよ。あの橋まで上がって、はい、で降りてくるのにものすごい時間がかかる。非常にまあこれはしんどいということで、この渡船が残ってるわけなんです。船の方が楽ですもんね。利用している方にお話を伺うと。よく利用されますか？あ、もう私ずっと大正区に住んでるんですけど、もう十何年ずっと使わせてもらってます。この渡船がなかったら大変困る状態になります。ああ、もうこれがなかったら大正区民多分生きていけないと思います。橋渡ろうと思ったらもう多分足燃えるんじゃないですかね。この線がなかったら生活に支障が生じますな。バスもたまに走ってるけど、はい、間に合わないし、はい、送り迎えがあったら絶対無理やから。市民の強い要望で廃止を免れ、橋ができた今も市民の生活を支えています。そして次の渡船場も橋の下を走るのが特徴です。まあここは本当にですね、渡船場の真上を橋が渡ってるということで、本当だ。ここでちょっと五十嵐さんにですね、突然のお願いがあります。何でしょう。先ほどいろいろ聞いてましたら、渡船関係の方にですね、年に数回は台風の関係なんかで運行停止になることももちろんあるわけなんです。そういう時にこの橋を利用して対岸に渡るしかないということになるらしいんですね。その地元の実感を体験してみませんか。すごい真顔で言われましたよ今。全長944メートルの千歳橋を歩いて渡る五十嵐さんを残し、若市さんは渡し船に乗船。この辺りはですね、かつて大阪港の復興事業でですね、港の機能を内側まで拡大するといういわゆる内港化事業を行えたエリアです。さあ五十嵐さんはどんだけ時間をかけて渡れるでしょうか。じゃあ実際にどれぐらいかかるか測ってみますね。と歩き始めたのですが、ありがとうございました。だいたい2分弱ですね。2分もかかってないですね。五十嵐さんまだこの橋の上まで行ってないでしょうね。アプローチの初めの方でしょうね。若市さんが乗った船、もう対岸まで行って、今折り返しで戻ってきてます。早いな。でも景色は綺麗です。こっち。ああ。あれ安倍のハルカスじゃないかな。あ、ハルカスも見れるな。確かに船が運航できない時っていうのは天気荒れてる時だから、代わりにこの橋を渡れって言われてもそれはそれできついですよ。これ上着脱ぐこれは暑い。あ、見えてきた見えてきたやっと渡ってきました。いや、若市さん。はい。船じゃないとダメ。何分かかりました、結局。あ、ちょうどね、12分超えてます。登って歩いて下ってなんで、結構大変ですね。でしょうね。はい。橋はかかっても、まあ、通行車、はい、あるいは自転車なんかにとってはなかなか利用しがたいというのが実態としてあるわけですね。そうですね。8カ所の渡船巡り、最後はあのテーマパークの近くの渡船場です。さあ一番最後に天保山、はい、渡船場にやってまいりました。もうここが一番航路が長い。ほぼ400メーターです。今までの航路は全部ですね、はい、大正区と関係がありましたね。はい、我々がいる側がこの花区になります。そしてすぐそこに USJ があります。はい、そしてこの目の前の川、はい、阿字川です。昔の旧淀川のここは河口になります。ここではちょっと大きな事故が1回ありましてね。渡船の事故ですか。はい、この近くに当時軍需工場がありまして、そこに通っている方が乗船している夜9時ぐらいの渡船が突風にあおられて転覆しましてね、50数人の方が亡くなれるという事故があった。その事故を経験してからなおさらこの渡船の安全管理ということがより周到に今なされるようになったと言われてますけどもね。この渡船は外国人の姿も見られるほか、USJ のスタッフの方も多く利用しています。見えますね。海遊感があるですね。ありますね。大阪のベイエリアだなって感じが。感じ湧きますよね。さあ。おお。ね。ああ。その天保山公園の緑です。これはね。あ、なるほど。今回ですね、8カ所都線巡りましてね、はい、初めて触れた大阪の公営都線はいかがでしたですか？いやー、でも実際に乗ってみて、はい、水と大阪でこの時代に生活のためになくてはならないものなんだなっていうのを感じました、はい、ね、その暮らしとやっぱり非常に密着してるのがこの都線だということでしてね、はい、この湾岸の魅力に触れていただきたいと思いますね。はい、令和の今も市民の暮らしを支える渡し船。皆さんも大阪の街を船から眺めてみてはいかがですか？ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は